武装の見直しが必要です。ガブスレイ、乗っていきたいと思います。我が軍の勝利のために、出る。では出撃します。指揮官から指示が届いた。攻撃開始。敵を近づけるな。この機体は2019年3月27日に配信開始された DX ガシャコンボリューム67で実装されました。コスト340の強襲タイプの機体です。この機体の特徴は固有モジュールの可変機構によりアクションキーで MA 形態に切り替えが可能。最高速度が上昇しブーストダッシュ中のブースト消費量が軽減。武装面では大まかに4種類から選択が可能で、フェダーインライフルはセミオートかブラストガンのいずれかで、フェダーインライフルブラストガンはゴールド設計図専用。ライフルサーベル、ビームサーベル、ケンズメガニスコア2発同時発射のフルオートタイプ。祖国のために。指揮官から指示が届いたか。今回の私の装備はケンズメガ粒子砲ライフルサーベルフェイダーインライフルブラストガンしました。ガブスレイは機動戦士ゼーターガンダムに登場するティターンズの試作型可変モビルスーツでパクテマスシロッコが設計しルナスイで開発された。ムーバブルフレームが導入され今までの可変型モビルアーマーに比べ小型化され通常のモビルスーツのサイズになっている。ドゴスギアのジェリド隊に3機配備され、ジェリドネサとマワーファラオが登場する。敵の戦略兵器が起動したか。登場するガンダム向けにを撃破した。2021年5月13日にオデッサ鉱山基地がリニューアルされた当日の動画ですが、多分ですが本来入れない場所に敵側が戦略兵器を起動させました。勝ち戦なので問題なかったのですが、逆に一番奥の位置に起動されず置かれたら味方が集まってしまい影響が出ると思いました。まあこういうマップのバグはいつものことですね。この機体の感想ですが、武器の強化を含む武装の見直しをして使いたいと思いました。機体の性能的には足回りがよく良い機体です。回収しないと始まらんな。見どころなしの動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。敵軍は撤退してくれたか。俺たちの勝利だな。ズーズーしいですが、チャンネル登録よろしくお願いいたします。